取れたて掛布ファーム情報。今回はこの延長戦の中でお送りしていきます、はい、鳴尾浜大好きな私市川泉がファームに密着しまして、今シーズンも掛布二軍監督の声を定期的にお届けしています。今回はですね、ドラフト1位の大山選手と、そして陽川選手についてお話を聞いてきました、大山選手ようやくホームランも出ましたけれども、今どのぐらいのこう段階まで来てる状態ですか？まだまだそのゲームの中での結果というものに対して僕はいい悪いという段階ではないんです。ただバッティング練習などでの大山のそのバットの出る角度が変わってきたのと、少し体が伸び上がって回転する癖もあるんですけど、そういうものがなくなりました。だからすごくボールにいいスピンがかかるようになりましたので、自分が思ってる感覚よりも打球がちょっと伸びるようになったんじゃないかなという。それとやっぱ彼のいいところは吸収する力がすごい。これは藤本コーチも言ってましたけど、はい、すごいやっぱ肩も強いんですね。でやっぱ守るボールを取れば絶対アウトにしますから、でボールを取る形だとかいろいろ藤本コーチなど毎日のように取り込んでますけども、その藤本コーチも非常に大山は吸収力がある選手ですねと、素直だと、好青年ですね、今時珍しい。反対に言うと良すぎるんじゃないかなっていうのはちょっと心配で、だ最近はよく僕も声をかけたり、彼も声を僕に話してかけてきたりするようになりましたのでね、今すごく自分の野球に対して上を見ずにですね、自分の足元をしっかり見て、そんな一段飛びだとか二段飛びをして一軍に上がろうというそういう気持ちは本人にないと思うんです。なるほど、ね、少しずつ階段を上がって一軍に行ければという、だからすごく丁寧な野球を毎日やってるんじゃないでしょうかね、僕は今の大山の印象っていうのは、将来的に言えば多分中心を打てるようなバッターになるんじゃないかなという、その可能性は非常に高い選手だなと。雰囲気がありますもん、打席に入って。3番が似合いますね。ユニオームのその3という数字が非常にこう似合いますし、彼が白鴎大学の時に監督した藤倉監督、今総監督って言ったかな、が僕らと一緒にやってるんですよ、阪神で。その藤倉も背番号3だったので、なんかの縁があるのかなと。すごくやっぱ背番号3が似合いますし、この間その藤倉監督と電話で話をしまして、どうですかって言うから、心配ないよって言って、すごい心配なんですよね。はい、本人もすごく今納得した形で毎日終わらせてると思いますので、皆さんにとってもっと早い段階でね、一軍の打席に立たせてあげたいという気持ちは僕もあるんですけど、あまり今チームも調子いいですから、焦らずにじっくり育ててあげて、上で出るときはやっぱりレギュラーとしてやっぱりサードを守るようなそういう選手で送った方がいいと思いますので、非常に大山に関しては可能性を感じる、結果を出してます。さあそして、陽川選手、5月の3週目の試合で、5試合で4ホーマーということ で、ようやくこう数字にも現れてきたかなと思うんですが、いかがですか？キャンプからあれだけの練習をしたのは初めてだと思うんですよ。で多少体の疲れみたいなのもあって、一軍のオープン戦に呼ばれて結果が出ない、本人は非常に焦ったと思うんですね。で中谷だとか北条だとか原口、このあたりが一軍でずっと活躍しているわけですから、非常に悔しい思いをしている。しかもキャンベル、大山というサードを守れる選手が補強として入ってきた。で自分がそのサードを守る機会が非常に少ない。春先っていうのは非常にそういう自分の置かれている立場というものを考えて、ちょっと野球に対してちょっと引いてたような部分を僕感じたんですね。だその時に陽川に、お前はどこのポジションを守ろうか何にしろ打たなければ勝負できないんだから打つことだけを考えなさいと、
で、そういういろんなポジションもファースト、レフト、時にはサードという3つのポジションを守らせてましたので、まあ、それで4番を打たせるのはちょっと酷かなと、ポジション決めてあげたりなんかした方がいいのかなと、でいろいろ数字が出ないので、去年も3番を打たせてからぐーっと調子が上がって4番に戻してホームランと打点のタイトルを取ってますのでね、一回やっぱ4番外してみようと、で3番を打たせたんです。その3番のそのリズムがヨーカーに合ってるのかどうか分かりませんけど、それから急にこう打ち出したんですよ、はい、今彼に言っているのは少し右肩が下がりながら、はい、体が回転していくので、まあ、自分の体がすっぽり入る煙突の中に自分がいると思ってくれと、はい、窮屈な煙突、はい、でそれで体を回転させた時に肩が下がったりしたら回転できませんよね、引っかかって、ね、回らないです、レベルに回さないと、はい、だから常に自分が自分のぴったりの煙突の中にいて、それで体を回転させる、そういうイメージで打席に入れと、はい、だから打席に入る前に必ずあいつ左右の肩をこう入れ替えるようなレベルに、そうやってから構える、そういうルーティンみたいなのもやってます。それとそれから、まあ、あとはもうあれだけ練習してきてますので、その体のがレベルに肩が回れば自然にバットが上から入りますから、まあ、あれだけのホームラン打つのは当然かなと。ただ打つ打席と打たない打席のギャップが激しすぎるんですよね。今ファームの課題っていうのは、まあ、中堅クラスもそうなんですけど、いい時と悪い時の差が激しすぎます。打つ時はすごくいい打ち方するんだけど、打ち取られ方がねすごく弱い選手に見えるんですよ。だから7回の失敗をもっといい失敗してくれよと。3割打つことも大切だけども、7回の失敗の内容が悪ければ3割打てないよという。だから失敗の形をもう少し良くなれば、もうちょっとよくホームランも伸びるでしょうし、数字も上がってくるのかなという気がしますね。今やっとヨーカーらしさのラぐらいですね。まだララです。ラしまでいきません、ね、ということはまだすぐにこう一軍に推薦というわけにはいかないですかね、まだいかないですね。でもホームランのね飛距離凄まじい魅力ありますね。だから今一軍でやっぱり右の大砲っていうのは非常に必要な駒の一つだと思いますので、必ず今年1年戦う上でやっぱりヨーカーのバットも必要な時は来ると思いますので、その準備はさせておかなければいけないなという気持ちは強いですね。はい、はい、ということで大山選手と陽川選手についてお話を伺ってきましたけれども、はい、大山選手は昨日初めて一軍に登録されたということで、はい、出場機会はありませんでしたけれども、今日も抹消されていないので、はい、カープ戦で出番あるかもしれませんね。まあ、だからどこかでやっぱり上を軽減させたいという現れじゃないですかね、この辺で一度。うん、はい、代打でってことですか。いや、代打もあれば、まあ、ビハインドゲームで守りに行くのも一つでしょうね。うん、守りいいですもんね、大山選手ね。めちゃくちゃいいですね。肩強いしね。すごい肩強いですし、ね、すごい綺麗なスローイングするんですよね。で最近ファームでは、レフト守ったり、ライト守ったり、外野も守っていて、うん、私は甲子園でレフトを守っている試合を見に行ったんですけれども、はい、甲子園のレフトも結構守備機会多かったんですけど、うん、もう普通に、慣れたような感じでそつなくこなしていたので。ああ、そう。あ、じゃあ外野での出場もあるかも、はい、ないことはないと思いますね。あら、はい、はあ、楽しみですねそれはね。いいですね。ファームの遠征も2週間ぐらい遠征が続く時があったんですけど、5月の終わりから6月の頭にかけて、うん、その時も大山選手だけは最初から一緒に遠征に行かずに、最初の2日間は鳴尾浜に居残って、体を大きくするためにウェイトトレーニングをして、3日目からファームの遠征に合流したりと、まあ、試合には最近出ているんですけど、まあ別メニューといった感じでずっと調整をし続けてきて、体重も4キロほどは増えたっていうことも本人言っていて、まあまだ
もっと大きくならないといけないので、はい、そんな大きなことは言えないんですけれども、でも確かに打った時の感触とか、うんうん、打球の力強さっていうのは、ちょっと変わった気がするっていうふうに本人も言ってましたね。はい、で、まあ、監督にも僕、キャンプで聞いたことあるんですけどね、はい、どうするんですか、大山って、ね、これ使うんですかって言ったら、いや、別に無理して使う気はないと。今までのね、流れで言うと、もうドラフト1位だから使わなきゃっていう意識が強い感じがあったけど、はい、俺はそういう気はないと。はい、うん、彼がバンと上がって出るときには、うん、レギュラーをずっと取らなきゃいけない選手だから、うん、中心でやれるまでしっかりと育てると、うん、だから多分経験っていう部分で上がってきてんのかなと。で、まあ、いろんな球場も回れればなおよし、はい、いろんな球場の打席にも1打席にも立てればなおよし、うんうん、2軍の人通りじゃなくて今度は1軍のナイトゲームだったり、はい、ビジターゲームだったりっていうところで、まあ極端な話、広島の球場なんか特殊じゃないですか。はいはいはい、ああいうとこで三塁守ってみたりすると、また、ああ、こういうとこでもやんなきゃいけないんだなっていうのを知って練習するのとね。うん。全然また違うから、もう一つ段階として上に上がってきたのかな。そうですよね。うん、また打席に立つだけで一軍のピッチャーのレベルのボールも見られるってことですもんね。そうそうそう。で、全くヨーカーさん打ててねえじゃん。上で。けど下でめちゃくちゃ打つじゃん。っていうのも分かった上で、なんで打てないんだろう見に行かないと分かんないよね。確かに。で、影尾監督がまた言ってたよね。3番が似合う、はい。で、将来はクリーンアップ打てる選手だと思う。はい、だから、結局チームは上も下も、それをしっかりと情報共有して、はい、そういう選手として育てるんだという中での一軍昇格だと思うから、はい、だから、あまり大きな期待をかけずに、はい、うん、ああ、出てきたな、ぐらいで。はい、うん、もう見て見ぬふりするぐらい。そう、チラ見ぐらい。チラ見気になるからチラッと見て。みんな家政婦は見たみたいな感じ。でも昨日昇格した大山選手に取材に行ってきたんですけども、はいはい、掛布監督からはまあ楽しんでこい、思いっきりやってこいということを声かけられたそうで、うん、本人も、まあ、いい勉強の機会だと思って、緊張はあるけれども、その緊張感で、動けなくなるんじゃなくって、うん、それをまあ楽しめるぐらい、はい、そういう気持ちでやっていきたいって言ってたんで、まあね、なんとかこう打席に立つ姿とか守る姿っていうの見たいですけどね。見たいな、早くな、ね、大丈夫大丈夫、キャンプであれだけヒットが出ずに追い込まれて、用意どうから追い込まれたからですね。確かに、うん、はい、そういうこと考えたら、はい、うん、本当に楽しんで、はい、まあ、仕事だから楽しむわけにいかないだろうけど、うん、いろんなことをこう目とね肌で感じてほしいなっていう、今回は僕は昇格だと。うん、はい、長嶋さんですら連続三振ですからね、デビュー戦はね。そうですよね。はい、もう、何も考えずに。そうやって、すぐ長嶋さんとかそういう高いとこ比較するやろ。いやいや、もうそれは3番ですもん。チラ見やってまだ。わかりました。市原悦子さんになりました。そうそう。はい、そして陽川先輩なんですが、はいはい、掛布さんもまだすぐにこう一軍には、まあ推薦できる段階ではないっておっしゃってましたけど、はい、実は今二軍で、バティスタ選手に続いて、はい、打点も2、そしてホームランも昨日9号を打ちまして、うん、バティスタ、ジェンセン、ヨーカワっていう並びなんですよ。ほうほうほう、日本人選手では。なんか日系三世みたいな名前に言う。バティスタ、ジェンセン、ヨーカワ。バティスタ、ジェイ、ヨーカワみたいな。ちょっと並びがね、あれでしたね。はいはい、はい。はい、っていうふうに、うん、ウエスタンではやっぱりこう日本人選手の中では打撃ずば抜けてるんですよね、はいはい、なのでね、もうこうなんて言いますか、私も早くこう上がってほしいなっていつも思いながら声かけるんですけど、うん、だけどそこだけ、それだけ打てたらある程度何かきっかけつかめば打てるはずなのよ。ですね、はいはい、ただね、少しだけね、僕も経験してるけど、少しだけ周波数が違うということに感じれるかどうかです。周波数が違う、少しこう感覚が違うんです。その感覚さえ、あ、ここなんだなっていうのがパッとこう気づけば、あ、パンパンパンと打てるなってくると思う。今だからラジオで言う、ちょっと調整、ダイヤル回して調整してる感じ、今音が途中に入ってくる感じやから、ピタッと収まれば、ええ、それが1179じゃなくて906の方にしたらもっとクリアに入るかもしれない。ああ、ほんまや、うん。変えてもらおう。頭の中じゃ AM じゃなくて FM に切り替えるっていう。はいはいはい。だちょっとした感覚で多分、なるほどね、バーンと出だすような気がする選手なので、うん、まあ、期待しましょうか。いやいや、今永投手から打ったホームランはね、ねまだ焼き付いてますからね。はい、だって、投手で考えたら秋山投手も2軍であれだけ抑えてて、上でなかなか勝てなかったのが、そうそう、ね、今年これですから。そう、ヨーカー選手もそう思ったらね。いや、あるある。ありますよね。ヨーカー選手は何かその周波数見つけたんやな。ダイヤルが綺麗に、ね、挟まるところ。FM906 で。ピタッとね。ピタッと来たんですよね。それは藤川球児投手のなんかアドバイスで。あ、そうです、そうです。ということですよね。うん、
秋山投手はね、はい、やっぱり速いストレートがないと上ではやっていけないということを去年の秋に中継ぎで一軍に上がった時に球児さんに言われたみたい で、 そ、 っからでそれから、ね、もうスピンを増やしたりとか、そういうストレートに磨きをかけるということに集中して、はいはい、で今はそのストレートを自信持って投げられるんで他のボールで緩急も使える余裕があるし、はい、そういうことを言ってましたね。だから真っ直ぐに自信を持てるようになったからこそ交流戦も通用したんだと思うよ、はいはいはい、先ほどのメールじゃないけど、やっぱりいい真っ直ぐ投げれないと他の変化球で生きてこないですからね、うん、はい、うん、だからシュートも覚えたけれどもストレートよりスピードの遅いボールを打たれたら悔いが残るから、うん、やっぱり今自信のあるストレートで勝負したいってことは言ってましたね。なるほどね、頼もしい、まあ、下にもいっぱいないろんなおるし、もうやめとこ取るのはな、そういや、まあ、ほらやめとこやめとこ、そうですよ、うん、もう保険言ったらそのうち我々が保険かけられるからなほんまにやばいね、はい、はい、ということで、まあ、この2人もね頑張ってもらいましょう。はい、はい。